はじめに、子ども議会の開催につきましてご説明いたします。資料の1ページをご覧ください。8月2日木曜日に深谷市議会本会議場において、子ども議会を開催いたします。この子ども議会は子どもたちに議会制民主主義の場を体験してもらうことにより市政への関心を深めてもらい、市としても子どもたちの幅広い意見や要望を聞き取れる機会と捉え実施するものであります。午前9時半から小学生の部、午後2時から中学生の部を実施し、小学生の部は市内19校から選出された6年生19名、中学生の部は10校から選出された3年生20名が参加し、市政に対する質問を行います。質問内容につきましてはご覧の通りでございますが、主なものといたしましては、昨年の震災を受けまして、防災対策、環境対策を中心に交通安全対策、地域コミュニティ対策など現在社会的に問題になっている事柄についての質問や深谷市の活性化に関する質問が提出されております。当日は括弧持ち回りで選出された子どもが議長となって議会を進行し、子どもたちの質問に対しましては市長である私をはじめ各担当部長が回答をします。記者の皆さんにも子どもたちがしっかりと意見を述べ質問をする様子をご覧いただければ幸いに存じます。次に深谷市医師育成小学生の応募状況につきましてご説明いたします。資料の5ページをご覧ください。市内の医師の確保に向け本年も深谷市医師育成小学生の募集をしてきたところでございます。7月20日でその小学生の募集を締め切らせていただきましたので、応募状況につきましてお知らせいたします。まず応募人数でございますが、募集人数2名のところ35名の応募がございました。応募者の内訳でございますが、応募者の周知では東京都をはじめ埼玉県、群馬県、神奈川県の1都3県から応募がございました。また現役、既卒者別では現役生が17名、既卒者が18名でございました。次に今後の予定でございますが、一次選考を8月7日火曜日に実施いたします。その後一次選考の合格者を対象に二次選考を実施し、本年10月までに最終的な合格者を決定していく予定でございます。次に友好都市田野畑村小学生との交流事業につきましてご説明いたします。資料の6ページをご覧ください。深谷市内の小学生が友好都市である岩手県田野畑村の小学生と交互に訪問を行い交流を図ります。今年度は15回目となり、深谷市の小学生が田野畑村を訪問します。日程は8月6日月曜日から9日木曜日までの4日間とします。滞在先は自然大学校です。滞在中には北山崎や龍泉洞、畠山神社などの見学や浄土ヶ浜で海水浴をします。今回はこのほかに津波学習を計画しております。参加者は深谷市と田野畑村の小学生合わせて60名です。現在の田野畑村は復興の最中でございます。そうした中で田野畑村が深谷市の子どもたちを受け入れてくださることに対し心から感謝しております。子どもたちは大災害の傷跡や復興の様子を実際に見ることにより、復興にかける田野畑村の人たちの思いや力強さなどさまざまなことを感じてくると思います。この事業を通して田野畑村の人たちのことを思いやり、交流する子どもたちとの絆を深め、困った時にはお互いに助け合おうとする気持ちが育つことを期待しております。深谷市では今年も引き続き田野畑村への復興支援を行っていきます。次に志深谷科学塾につきましてご説明いたします。資料の7ページをご覧ください。この事業は子どもたちの科学技術に関する興味関心を高め、将来科学技術者を目指す児童生徒を育成することが狙いです。昨年度は県内の科学関連施設を訪問し、
体験型の学習を行いました。で、本年度は深谷市内の企業にお世話になりながら先端技術を学ぶ企画を立てました。世界に誇れる技術を直接見学し、学校での理科の学習と関連させながら子どもたちに科学の有用性を学ばせたいと考えております。実施日は夏休み中の8月24日で、対象は小学校5年生から中学3年生まで、定員は40名です。8ページの別紙1をご覧ください。訪問する企業は日東電工株式会社、古川スカイ株式会社、株式会社アタゴの3社にお世話になります。市内にはこの他にも世界に誇れる技術を持つ企業が多くございます。今後も地元企業の力を借りながら子どもたちの夢と志を育んでいきたいと考えております。次に企画展、この人を知ってますかにつきまして、ご説明いたします。資料の9ページをご覧ください。会場は深谷市立図書館3階の共同資料展示室で開催いたします。この企画展では深谷市出身など深谷にゆかりのある人たちを改めて紹介していこうという企画展です。6名の歴史上の人物にスポットを当てて郷土深谷に対する興味と関心を掘り起こすことを目的としております。7月31日火曜日から8月19日日曜日まで開館し、8月12日日曜日には学芸員による展示解説を行います。深谷の歴史の新しい側面を発見できますので、ぜひご覧いただきますようお願いいたします。次に子ども大学深谷につきましてご説明いたします。資料の10ページをご覧ください。8月5日日曜日から子ども大学深谷が始まります。子ども大学深谷は本年が3年目です。埼玉工業大学や東都医療大学、町のこし深谷や深谷シネマ、青年会議所などと埼玉県や市が共同して子どもたちのなぜ、どうしてについて大学や地域の先生が楽しく授業を行います。学園祭は旧七つ梅酒造跡を会場に子どもたちが授業で学んだことの成果発表を行ったり、さまざまな体験学習を行う予定です。市内の小学4年生から6年生が対象で、本年は57人が応募しております。8月5日は入学式の後に3次元映像を体験してみようをテーマとして授業を行います。次に第17回深谷祭りにつきましてご説明いたします。資料の12ページをご覧ください。深谷祭りは深谷城にありました三社天皇を天年間に移し祭祀した八坂祭りが起源で304年の歴史を持ちます。現在では最大の市民祭りでありますが、さらにその範囲は広がり、多方面からの参加者、見物客を迎え、会を重ねるごとにその盛り上がりを見せております。開催は7月28日土曜日で、午前10時の開会後、駅通りにて行われる花恋騒乱に始まり、お祭り広場特設ステージ前では各種ステージイベントが行われます。午後0時40分からは昼のみこし渡御が行われ、特設ステージ上で太鼓演奏が行われる中をみこしが通過し、手締めにて、終了となります。またお祭り広場周辺では午後4時半から深谷市レクリエーション協会加盟団体によるおネギのマーチによる深谷の踊り流しが行われます。夜のみこし渡御は午後4時半から始まり、午後5時から特設ステージにて居囃子が始まります。そして午後5時半から出汁屋台の引き回しが始まり、午後6時頃から出汁屋台がお祭り広場に集結し始めます。その後喧嘩囃子の共演が佳境を迎え、午後8時過ぎまで叩き合いを行います。ぜひ多くの方にお越しいただきたいと存じます。次に
深谷グリーンパークの寄りにつきましてご説明いたします。資料の14ページをご覧ください。深谷グリーンパークでは約2万2000本の百合が見頃を迎えます。6月の初めに公園内の花壇に約2万2000本の LA 百合の球根を植え付けており、現在さまざまな色の花が咲き始めております。深谷市は百合の切り花生産において年間約2300万本を出荷しており、市町村別で全国1位です。深谷グリーンパーク内花壇の百合の植え付け概要についてですが、花壇面積約1150平方メートルに百合を植え付けております。その品種名、花の色および植え付けは、白色のブライトダイヤモンド、橙色のカナリア、桃色のクープレット、黄色のフランスハルス、赤色のシガロンが合計2万2200球となっております。これから見頃を迎え、8月上旬までさまざまな色を咲かせた百合の花を楽しむことができます。皆様のご来場をお待ちしております。以上8件でございます。よろしくお願いします。